平野翔、緑人相だの波紋、サントリーの大胆な戦略とは、平野翔の新たな一歩、緑人相だの背後に隠された戦略の真相。平野翔、その名前を耳にした瞬間から人々は興奮し、期待が高まります。そして、サントリー人の戦略説明会に登場した彼が、新キャラクターとして公表されたことで、その興奮は頂点に達しました。 彼はマスコミの取材にも応じ、さらには全国テレビ CM に初出演するという快挙も果たしました。サントリーの新戦略発表会で、平野翔が新キャラクターとして登場しました。民放各局の取材にも応え、その後多くのメディアで彼の姿が公開されました。そこで彼が語ったエピソードは、計算されたものなのか、それとも彼の天然な一面なのか、見極めが難しいものでした。 東京に出てきてからも秋葉原がわからないという彼の言葉や、月焼きの名前を忘れるハプニングなど、彼らしい笑いが溢れる場面もありました。サントリーが開催した戦略説明会で、新キャラクターとして登場した平野翔。その会見では、一般向けの質問にも丁寧に答える姿が印象的でした。そして、彼の公式発表会や各マスメディアのインタビューが朝のニュースで報じられました。 ところが、取材の裏では、ただのアイドリングトークではなく、彼の一言一言には計算があるのか、それとも純粋な天然なのか、わからない部分もあります。例えば、東京に住み続けてもなお、秋葉原の正確な場所がわからないという彼のエピソードは、彼のキャラクターをよく表しています。彼が所属する事務所との契約により、10日から全国テレビ CM が放送される予定です。 その影響力は計り知れず、すでに彼の関連商品は完売状態となっています。これにいられて、サントリーは55億円の投資を行い、大阪工場の生産能力を2倍に拡大する計画を発表しました。2030年までに国内市場規模を450億円に拡大し、そのうちの8割を獲得することを目標としています。そして、 平野の所属する 2B が初めて全国テレビ CM を開始することも発表され、これにより彼の経済効果は計り知れないものになるでしょう。すでに彼とのコラボ商品は売り切れ状態となり、サントリーは生産能力を2倍に拡大する計画を発表しました。2030年には国内市場がさらに拡大する見込みであり、彼の影響力は今後ますます大きくなることが予想されます。 その影響は計り知れません。すでに平野と関連した商品は売り切れ状態に陥り、サントリーは大阪の工場を拡張し、生産能力を2倍に増やす計画を発表しました。彼の CM 放送前から起こったこの熱狂は、彼がもたらす経済効果の一端に過ぎません。一方で、所属グループの活動も控えており、彼の忙しさは想像を絶するものです。しかし、 彼の存在がもたらす経済効果は、これからも連日のライブや新たな動きと共に続くことでしょう。平野章の活躍に注目が集まる中、彼の周りにはますます賑やかな波が広がりそうです。そして、この波紋は止まることを知りません。彼のグループ、ナンバーアイの新たな動きも噂され、ファンたちはさらなる期待と興奮に包まれています。 平野翔の魅力とサントリーの大胆な戦略が結びつき、新たな時代の扉が開かれようとしています。これからも彼の活躍に目が離せません。